んにちは。こんにちは。たまきチューブです。今日2回目のライブは、なんとなんと、ゲストがいますよ。じゃららら。あ、自分いいっすか。はい、未来の子供たちのために教育から世界を変える男、学年主任こと誠一郎先生です。せーの、いいね。3回目まして。3回目まして、本当に。すごい、覚えてくれたの嬉しいです、本当に。はい、3回目ぐらいって言ったら本当に3回目でした。はい、合ってた。素晴らしい、めっちゃ覚えてくださってる。私実は人見知りなので、旦那さんの周りにいるすごい熱い人々と、すぐ仲良くなるかというとそうではないんですね。あ、そうなんです。あんまりイベントも行かないし、確かに、話し方の学校に行ってるわけでもない、確かに、家に行っているわけでもない、はい、なので、ちょっとずつ、あ、この人だったら優しく話してくれそうかなみたいな人に話しかけてるんです。あ、嬉しい。では自己紹介をお願いします。わかりました、はい、もう鴨さん信者ですね、完全に。そうですね。で、今話し方の学校、今ここ東京で TA やってまして、はい、4月から TA って何？ティーチングアシスタントですね、はい、で、キモッちゃんわかりますか？キモッちゃんは私の中の三大頭のいい人。あ、そう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 、紹介を別にしています。そうです、そうです、はい、キモッちゃんの元で今修行してまして、はい、4月から東京の話し方の学校の方で講師。おお、そうです、いいね。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、っていう感じで、なので3月いっぱいでとりあえず小学校教員は辞めて、はいはい、でその後、落読も今、そうですね、予定ではトヨタ、愛知県の豊田市の方で落読スクールの方を開校する予定です。じゃあいつなんですか？4月の1日を考えてますね。おお、じゃあもうすぐじゃん。もうすぐです。え、もう場所も決まってるんですか？大体、またそこ、カモラーさんの物件なので。へぇ、はい、そんな感じで、はい、はい、そうですね。緊張しますね。人見知りで笑いましたっていう人が今いっぱいですけど。そうです、はい、人見知りなイメージはあんまないですけど、むっちゃだからこの間話した時に1回目、そう、渡るちゃんと、うんうんうん、あとそれ、ゆか、なんか響いてるね、と、で、話してる時にすごくこう、しっかり話を聞いてくれる方なんだなと、うん、鴨脇さんがめっちゃニコニコしながら聞いてくれてて、まあ、渡るちゃんも面白いんですけど、さすがのカモさんと一緒にいるっていうところで、めちゃめちゃ話を聞き力、聞き力高く聞いてくれるんだなっていうのを感じてました。え、ないよ、聞き力。よしよしの話半分聞いてない。それはちょっと感じてない。7割聞いてないよね、3割ぐらい聞いてない。もう3割聞いてる。3割聞いてる、うん、で自分もそれを、僕はカモアキチューバーなので、めっちゃ見てるじゃないですか。今カモさんの位置にまあいるわけですよね、ここで。そう、全然聞いてないな、今と思って。全然聞いてないよね。最近もうみんな分かってるもん。ああ、あきこさん今聞いてない。いいですね。でも今日、あれですか、その教育について。はい、教育について。そうなんですよね。何をなんか皆さんが期待されてるのか分かんないですけど、とにかく僕は本当にコラボしたかった。おう。うん。で、鴨脇さんがどんなことをこう、教育について考えて見えるのかなっていう。うん。それこそその、いちかちゃんや、春人くんを育てたってことで、まあ、小学校でいうとその保護者だった立場もあるし、うん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 、あと鴨脇さん自身が、まあ、昔先生を目指してた時期があって、そうそうそう、マックの前に、マックの前に学校の先生になりたかったからね。 うん、だからその辺のところで、鴨脇さんはだから今の状況とかこれからの教育とかどういうことを考えてるのかなってふわっと聞きたかったっていうところがあります。ふわっと言うと、うん、なんかみんな学校のせいにしすぎなんだよ。ふわっと言うと。で、なんか自分も PTA 会長をやっていて、うんうん、いろんなお母さんのこととか、保護者の意見を聞いたりとか、うん、あとこうやって YouTube をやって、なんかいろんな意見が来るじゃないですか。うんうんうん、でも、なんかみんな、学校がとか、先生がとか、うん、いや、日本がとか、うん、でっけえな、みたいな。なんかそういう。で、不登校がどうとか、うんうん、そのなんか、教育のレベルがどうとか、うんうんうん、あともっと個々を大事にしろとか、うん、それってさ、親が教えることじゃん。うん、お父さんとお母さんが教えることでしょ。うん、それをさ、なんで学校のせいにするのってすごい思っていて、うんうんうん、なんか、
お父さんとお母さんが子供を育ててるんじゃん。で、1日24時間の間、ちょっとの間を子供たちは学校で過ごすわけで、でもちろん子供にとって世界ってすごい狭いから、まあ、今 YouTube とかがあるにしても、1日の半分はお家、半分は学校っていうその2択じゃん。だから自分の一番近い大人が学校の先生か親じゃん。だからそうなんか狭いところで頑張っているから、まあ、子供は子供なりに頑張ってるんだけど、なんか親がなんか学校のせいにしすぎじゃないみたいな、すごい嫌すごい嫌だからなんか自分が PTA 会長をなんかやっていて、そういうあの先生がとか学校がっていうクレームは私には来なかった。私に言うと、あ、カモちゃんに言っても無駄だよねみたいなのが周りのお母さんは分かってて、私もそれは親のせいでしょって思っているから、なんか言われてもへえみたいなそういうモンスターペアレントじゃないけど、その苦情はなんかその人のせいに、なんかよくできるなと思って。だってさ、人のせいにしている姿をさ、我が子に見せるわけでしょ。間違いない。なんかあの先生の悪口言ったりとか、学校の悪口を言ってる姿を、一番近くにいる我が子に見せるって、え、すっげえやっちゃダメじゃないと思っていて。確かに。なんかその辺は子供の方がお利口さんなので、なんかすごいピュアだし、先生のいいところとかも子供の方が知っているから、なんか大人は何なんだと思っていて。はめっちゃその、やっぱ鎌木さんってもう子供はそのままで完璧だよっていう、そういうスタンスじゃないですか。スタンスというか、自分もそれ全く一緒で、今なんか今小学校3年生の担任してるんですけど、めっちゃイケてるんですよ、うちの子たち。だからなんか、まああんまり話聞かないんですよ。あんまこれいいのかな、話でも。いいのかな。とりあえずあんま話はね、こっちの話がつまんなければ全然聞かないし、こっちが真剣に話してる時は、やっぱ聞いてくれるし、なんていうのかな。やっぱ子供たちに何か教えなきゃいけないみたいな風にして、先生らが思ってしまうと、なんかねじれちゃうんじゃないかなっていうのも思って。今だから鎌木さんの話聞いて、そうですね、保護者がか、これ俺、今それに対してどうリアクション取っていいか言いづらいよねそうだそうだって言えない、そう言えないけど、でも自分も保護者じゃない。あ、自分がね。そう、あの小学校1年生の娘がいるんですけど、もう絶対にそんな子供の前で、あの先生の、ね、悪口とか絶対言わないし、学校についても、そうですね、そうあるってほしいなって思うんですけどね、なんかね。だからお母さんが絶対お家でやった方がいいのって、お父さんってすごいんだよって子供に言うことだと思うんですよ。お母さんがもうお父さん何してんのかしらねとか、お父さん頑張ってるけど給料安いのよねとか、お父さんをディスっちゃうと、子供ってお父さんを尊敬しなくなっちゃう。お母さんが絶対だから、お母さんの意見って子供の中で 100% なので、お母さんがお父さんをディスったり、学校の先生をディスっちゃうと、あ、大人ってディスるんだみたいになっちゃうんですよ。だから、例えばうちはまあ、なんだかんだ言ってお父さんすごいよねって思ってるわけですよ。うちの娘も息子も、あんなに稼いですごいよね、あんなに喋ってすごいよねって子供たちは思ってて、でそれは私が言うからですよね。確かに。あの自分で YouTube を見てそう思ってるわけじゃなくて、私が「よしひとってすごいよね、口だけで稼いでね」あんな喋っていっぱいお金稼いですごいよねって、あれは他の人には真似できないよねっていうのを言ってるから、うちの子たちは「よしひとはお父さんはすごいんだ、うちのお父さんはすごいんだ」って思っているんじゃない、だけど、ほぼほぼみんな旦那の悪口を子供の前で言うんですよ。私それが結構厳しいなと思っている土台が。すげえ。学校がうんぬんの話だ。学校じゃないんだよ。で、旦那の悪口も言ってる。学校の悪口も言ってる。まあなんかの悪口を言ってるお母さんをすぐそばで見てる子供は、あ、大人ってそうなんだみたいになるし。だからその元作ってるのはお母さんだからさ。ってすごい思う。だからお母さんが、あ、この3人の先生大丈夫かなと4月発表になって、
思いますよ、あ、今年は当たりだな、あ、今年は外れだな、ありますね、ありますよ、あります、絶対あります、はい、だけどそこで悪口言っちゃうんじゃなくって、うん、あ、じゃあ近藤先生どういうところいいところあるかねとか言ってあげると、うん、あの絶対絶対あるから、うん、子供の方が、うん、いや、うちの春人は小学校の時の先生に対して、うん、いや、あの先生の事故った話はめっちゃ面白かったなんかそういう雑談を褒めてくるわけ。なるほど、うんうん、だけど、うん、あ、そういう視点で見るんだってこっちも嬉しくなるし、うんうんうん、だから拾える力があるってことじゃん、うん、うちの子が、うん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 、で、最初は、大丈夫かなと思っても、うん、こっちのなんか安心もあるし、うん、子供にとっても授業が楽しくなるしみたいなのは、うんうん、お母さん次第だと思う。じゃあ、あんまりこう学校の、例えば川脇さんの中で、これ許せんなとか、うん、一回に対してこんなことしやがってみたいな思いっていうのは今までなかったですか？ないね。だから、なんだろう、ちっちゃい時に、小学校低学年の時に、うん、あ、いじめられてんのかなとか、暴力的な子がいるなとか、うん、授業の邪魔をしちゃう子がいるなってあっても、うん、子供ってすっごいたくましいじゃない、うん、じゃあその中でどうやったら、うん、ちゃんとみんなで授業を聞けるかとかさ、すごい上手じゃない、うんうんうん、で一回やっぱり暴れちゃう男の子がいたんですけど、うんうん、なんか先生が気づく前に周りの子たちがバババって止めるわけよ、うん、もう慣れてんの慣れてんの、うんうんうん、なんか行事とかで見てても、うんうんうん、他のお母さんたちはあーってなるんだけど、うんうんうん、子供たちは慣れてて、うん、あ、なんとかはこうしとけば大丈夫だからみたいに、そういう変わっちゃってる子がいても、うん、こうやるとみんなで楽しくできるよねっていう術をちゃんと分かってる、うん、ちゃんと分かってる、ちゃんと分かってる、子供たちの方が全然分かってる、うん、それを邪魔してるのはね、親です。親がすごいなぁ。カモさんも、うん、あ、僕はカモさんに行ったことあるんですよ、あの話し方の学校の、うん、ベーシック初めに行った時なんです。あの、カモさんがちょっと休憩時間中に一人だったのでパーって行って、カモさん、あの、僕は先生やってるんですけど、あの、教育、その、学校とか変えていこうみたいなのはないんですかって聞いたら、うん、全然興味ない。子供たちに何の問題もないから、うんうんうん、だから大人を変えるから、うんうんうん、まあ、この子たちは、うん、で、学年主任お前任せたっていうふうにして言ってもらったんですね。アキコさんも、それはどこから来るんだろう。だから、アキコさんがそうなのか、カモさんもそうなのか、アキコさんからそういうのをカモさんが感じてるのか。ヨシヒトはね、子供に興味はないね。よく言いますね、それ、うん、あの、学校なんか行っても行かなくてもいいって言ってる、うんうん、で、別に学校行かなくても、うん、要はその生きていく力さえつけば、うんうん、自分で稼いで自分の足で立てるようになれば、うんうん、何でも構わない。で、本人もさ、うちのヨシヒトさんって実は大学1週間ぐらいで辞めてるんですよ。ああ、そうですよね、うんうんうん、あんまりいろんなところで言ってないけど、うんうん、だから本当に学校なんかなくてもいいんじゃないって。それこそ今からね、YouTube がこんだけ出てきて、うん、5G の時代になって、うんうんうん、学校の先生って本当いらないよねっていう流れじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、って考えているから、うんうん、なんか本当多分本当に興味がないんだと思う。そう、うん、本当そうだよな。あきこさんもさっき学校に期待してないって言ってましたね、うん、期待してない。いやー、すごいな、深いです、それは。なんか学校に期待する気持ちが分かんないんだよな。え、何を期待するの？なんか、うん、例えばじゃあ大人数で遊んだ時に、うんうん、例えば鬼ごっこしました、ルールを守らない子がいました、うんうんうん、っていう時にこうやったらみんなで楽しく遊べるよねっていう達成感を味わうとか、チームワーク力をつけるとか、うん、それは基礎じゃない、うん、子供の時につけたい、それはわかる、うんうんうん、でもこうやっていいじゃんだったら、しまうんだよね。本当そう、うん、ただ見てると、あ、そうやって学んでいくんだなっていうのはもちろん感謝してます、うん、小学校にも中学校にも高校にもすごい感謝はしてるけど、うんうんうん、でもじゃあ期待したからそうなってるんじゃないって、うんうん、あ、そんなこともあるんだ、ラッキーってすごく思っていて、うんうん、なんかこういうこともしてくれるんじゃないかとか、うん、あとそれこそ例えば英語を話せるようになってくるんじゃないかとか、うん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 、そんな全然ないよね。ね、うん、全然ない。英語なんてアメリカ行った方が早いじゃん。早い、うん、すごいな、うん、
なんかいや今ずっと今テーマにして考えてることが、うん、学校って何なのっていうのはすごい思ってて、いやまさにそうですね、さっき聞いた時に、うん、だったら公園でいいじゃんとか、じゃあ学校でしかやれないことって、あ、自分は別にいいんですよ、うん、あのやっぱ教育の目的って硬いですけど、テーマが、うん、いや、硬くしてうちにない要素あ、そうそう、そう、教育の目的って僕は、うん、あの子供たちの可能性を伸ばすってことだと思うんですね、うん、目的として、うん、そうすると子供たちの可能性を伸ばすために学校があるべきだし、うん、授業があるべきだし、うん、で極端なこと言ったら子供たちの可能性を伸ばすためじゃなければ、あ、伸ばすためだったら学校じゃなくてもいいし、うんうんうん、授業じゃなくてもいい、うんうん、タブレットでもいいし、うんうん、他でもいいっていうのが自分の考え方なんですね、うん、でそう思った時に、あ、まず鴨脇さんと近いんだなっていうか、そんな保護者がいるのかと、自分の、うん、今の感じとしては、うん、ものすごいやっぱまず早い、うん、僕の鴨脇さんの印象早い今日の鴨脇チームのね朝早い早い、いやー自分もだからこういう考え方を先生らの前で言うと、うん、まあ拒否反応する人もいるんですけど、うん、そんな考え方なかったですみたいな人に言われるんですよ、うん、ああそうだ、目的って何だったっけとか、うんうん、だから授業をより良くしようっていう研究団体とかはいっぱいやってるんですけど、うん、なんか子どもの可能性を伸ばすために先生がどうあるべきかみたいな、そういうなんかことをやる団体っていうのはあんまりないんですよ、うん、で僕らはそのネクスティーチャーっていう、あ、宣伝しよう、ネクスティーチャーっていう教育団体立ち上げて、うん、まあめっちゃ炎上したんですけど、はい、あのでまた3月の20日にやるんですね、その時に僕らがあのそのクリエイターのノブさんが誘ったのが子供たちだったんですよ、うん、あの一人はエストニアでこう起業をしようとしてる小学5年生。エストニアってあれだ、出た前 YouTube で話に、ね、カモさんと2人の時に出ましたよね、うんうんうん、そうで、それで聞いてたって、うんうん、そしたらノブさんからそんな子が小学校5年生の女の子でいるよっていうのを聞いたので、なんかペーパーレスなんですね、確かに、うんうんうん、っていう子からやっぱ話聞きたいなとか、うんうん、あと高校生でもなんか会社に所属して、まあ、講演活動だとか、なんかいろんなことやってると、うんうん、この間ちょっと断られちゃったんですけど、あのキメラゴンってわかりますか、うん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 、すごい稼いでるの、そう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 、うん、そう中3で1月だけで1000万以上稼いだっていう、うん、負けたぜいや惨敗ですよこっちの本当に、ね、うん、でそういう子に出てもらう、まあ、あの今回はちょっと NG だったんですけど、うん、出てもらうだとかそういうのをやるっていうのを考えてたんですね、で今日朝いろいろこう書き出してたら、めっちゃ俺あのいちかちゃんと、うん、春人くんの話が聞きたいと、うん、そのカモさんからとか、うん、アキコさんからっていうのはまあ出てきますよね、であの自己肯定力本にもね載ってるんですけど、うん、実際いちかちゃんとか春人くんの声がめっちゃ聞きたいなと、うん、今日朝ふと思って、いちか連れてこられよかったね、あ、ここに、うん、あ、いるんですね、今一人カラオケ行くって元気だなあ、でもね、今日今から学校の先生とコラボするんだって言って、うんうんうん、で、不登校しようかなと思ったことあるって聞いたの、おお、だから春人はない、うん、で、いちかはある、うーん、で、やっぱお友達がどんどん不登校になっていくわけですよ、うん、で、その時にお友達がやられていくメンタルに、うん、メンタル的に、うん、で、やられていくのを見るとつられそうになるんだって、うん、そうなんだ、うん、で、あ、そうなんだ、で、うんとね、じゃあどうして不登校にはなんなかったのって言ったら、うん、いや、よくわかんないけど、そんな落ち込まなかったんだよね、そこまでもっと、うん、いや、多分もっとそのまま行っちゃったら引きずられて、私も学校行かないっていう風になったかもしれない、うん、だけど、そこまで引きずられはしなかったから、うん、結局学校には行ってんだよねって言ってて、うん、いや、めっちゃちょっといちかちゃんとかの話聞きたいですね、東京で公演やっていいっすか、やった、じゃあネクスティーチャー夏とか、うん、いいね、東京でやりますか、その時にいちかちゃん、はるひとくん相談してもらって、多分はるひとは出ないな、あ、そうそうなんですね、全然人前出たくない、大人が好きじゃないもんね、あ、そうなんですね、一人が好きだから彼は、いや、めっちゃあのカモさん、あのこの間
メルボルンでしたっけ、うんうんうん、あので、あのちょっとあの離れちゃった自転車で、その時の気持ちとかめっちゃ聞きたいよいや、なんとかなると思ってたみたい。やっぱそうなんだ、うん、そう、私はもうさ、ここで生き別れたらどうしようとか思ってたんだけど、ハル人的には全然平気だったみたいな強いなそうね、でもイチカじゃなきゃいけそうですね。イチカは人前で話すの好き、中身ヨシヒトだから強烈だそれ。そう、強烈強烈。ずっと喋ってるよ。大串アブリエに行ってください。いつかがいます。この日になるとね。池袋。池袋になります。いや、行こう。うん、ちょっとあの交渉しに行こう。それはどうなんですか。やっぱあの、この間、キメロ君もあの自分でしまったなと思ったのが、あの保護者の方がいるじゃないですか。その方通さずに、うんまあ、キメロ君直で口約束みたいになっちゃったんで、それ結局ちょっと NG だったんですけど、いいですね。じゃあ、アッコさんっていい。市川本人で。あ、いいっすか。全然。すごい。あのじゃあ市川ちゃんにあのどういうあじゃあ鴨脇さん中継であのこうまた依頼して。はい、でなんか市川はじゃあ学校行かなくなったらどうする気でいたって言ったら、その今大串アブリエンっていう居酒屋さんで、うんうんうん、週末だけバイトしてるんですけど、うんうんうん、じゃあそれを収録にして、うん、あと昼間はまたなんかその辺で働こうかなとか言ってました。たくましいな。うん、高校1年生。高校1年生。いいんじゃないって、まあ金髪、今金髪だから。あ、そうですね。金髪だからちょっとマクドナルドは働けないそうそうそう、そうなんだ、うん、いや面白いな、うん、じゃあでも学校の先生になんかないですか、逆にこうメッセージ。自分は多分これを見てくれてる人の中には、うんうん、学校の先生だったり、うん、あのこれから学校の先生になろうって思ってる方もいると思うんですけど、あきこさんからなんかこうメッセージ的なものってあります？あのなんか、かわいそう。すごく。なんか、鬱になったり。なんか、本当に若くて、本当は情熱がいっぱいって入ってきただろうに、うんうん、なんか、病んでいくじゃない。で、揉まれて、先生どうしても揉まれるだろうし、うん、まあ、一番保護者からも揉まれるだろうし。うんうんうん、でも、子供は本当に本当に先生のことが好きで、うん、なんか、本当におじいちゃん、おばあちゃん先生だろうが、うん、なんか本当に厳しい先生だろうが、うん、子供って本当に純粋な気持ちで先生のことが好きで、うん、なんか子供だけ見ててほしいな。あ、うん、親なんか見なくていいんだよ、うんうん、うんうんっつって、うん、はいはいっつって、うん、もう全部流せばいいんだよ聞くことないよ確かにそうだ、いじめてる子がいました、うん、いじめられてる子がいました、うん、先生がどうこう関係なくね、うん、と思うよ。その先生が鬱になったり、うん、なんかもったいなくないですか、うんうんうん、すごく思う、うん、もう本当に子供だけ見てればいい。で、子供は本当に先生のこと大好き大好きと思って見てるよ、うん、相手がどんな先生だろうが、うん、だって子供のために先生になったんでしょ、うん、親のために先生になったんじゃないじゃん、うんうん、なんか本当、本当みんなかわいそうだなと思う。かわいそうか、で、あと、うつになるぐらい辛かったらやめた方がいいと思う。なんかそんな、なんか人生台無しにしてまで、それは先生に限らずだけど、あの、絶対転職した方がいいと思う。間違いないな、うん、なんか、ペイできないと思う。じゃあ今度そうだ、あの、あきこさんが連続講座をやられるんですよね。はい、はい、まあ予定は未定ですけど。ですよね、はい。じゃあこの間その聞いたのは10人限定で、うん、売った3時間で3万円、前の講座が即売り切れたって、その自己肯定力、うん、自己肯定力アップ講座、うん、で、それってなんかすごく先生らに受けてほしいなって自分思っちゃって、いやーっていうかすごいっす。僕、カモさん、まあ、もちろんカモさんきっかけで入ってるじゃないですか、話し方の学校だとか、いろんなのに。いや、アキコさんも相当やばいっすね。相当やばいっすね。いや、本当に相当やばいっす。相当やばいっすか。うん。エネルギー量がすごい。うん。あと、私、はい、YouTube 見させていただいて、はいはい、先生のお金のブロックの動画があるじゃないですか。あ、あります、あります。私、すげえそうだなと思って、さっきチャット欄と、あとコメント欄にも YouTube を、うん、あの貼ったので、皆さんチャンネル登録してください。お願いします。で、学校ってやっぱり全体的にお金のブロックがある、うん、学校にある、ある、先生にもある、
ある。教えてる内容にもある。ある。なんか、日本のおとぎ話とか、うんうんうん、世界の童話とか、うんうん、お金持ちは悪い人、うん、貧乏で頑張ってる人はいい人、うんうんうん、っていうので育ってきてるの、子供の頃から、うんうん、もう日本昔話もそうだし、グリム童話もそうだし、うん、意地悪なまま母は金持ちで、うん、宝石できらびやか、なるほど、でシンデレラとかこうやって雑巾でボロ雑巾で掃除してるみたいな、うんうんうん、下切りしずすずめのお土産、うん、もうなんか金持ちは悪いことみたいな。なるほど。なんかもっと金持ちはいいことだって教えた方がいいよね。これ気持ちがいい、うん、これはそう思います。ほんとそう。なんか鶴の恩返し、笠子地蔵、うん、全部貧乏じゃん、うん、なんかもう最初からさ、金持ち父さんなんたらかんたら教えた方が絶対いいよね。ほんとそう、うん、なんか貧乏いいことみたいなのやめた方がいい。でもそうですよね、うん、いや、本当そうです。そのキメラボンクの話を僕、子供たちするんですよ、うん、中3でな、月に1000万稼いでたぞって、うん、すごいっていう言い方もあれば、うん、なんか悪いことしてんじゃねえのっていうのがやっぱりエネルギーとしてあるので、うんうん、学校やっぱお金の教育はしていきたいですよね、うん、それもすごい思います。だから自分で稼げないんだよ。どうぞ。そんで引きこもっちゃうんだよ、うん、自分で稼いで自分の食べ物は自分で買いましょうっていう、うん、その本当当たり前のことはできるようになってほしいんだよ、うん、親が望んでるのってそれだけだよ、うん、大人になって自分で生きていってね、うん、私たちは先に死ぬんだよ、うん、自分たちだけで力強く生きていってねっていうのが親の思いじゃない、うん、間違いない、うん、だからもう筆者の笠子実はなんだよ、夜鍋してゾーリアムとかいいっすね、これ荒れてほしいな、めちゃめちゃ。いいっすね。って思う。その発想なかったな、うん、面白い。もっともっと金持ちはいい、金持ちはいいって。で、何で、世界も豊かにできるし、やりたいこともできるし、っていう時間も何上手に使えるようになるんですとかさ、うん、小学校、高学年は分かるじゃないですか。はい、うん、だからそういう教育をした方がいいし、で、それってじゃあ学校がしてくれないんですかみたいな、うん、アホみたいなのをやって、あの親がやればいいんですよ。出た、うん、親がやればいいの、うん、そう。じゃあその親たちが鴨明さんの連続講座に来てもらって、それを知ればいいっていう。そう、じゃあマジに行きますもん、僕その連続講座、はい、あったら、はい、いや、めちゃめちゃいい。そう、ちなみにお金の、まあ、稼ぎ方を、うん、まあ、親が教えるっていうか、まあ、そういう風になってきた時に、うん、例えば鴨明さんあったらなんかやってることありますか、今石香ちゃんや春人。春人は私の月収を知ってますね、あ、今月はいくらいくらだみたいな、あ、頑張ったねみたいな言ってくれる。聞いてくるんですか春人。うん、私が言ってる、いくらだったよ、うん、今月はいくら、今月はいくらいくらみたいな。すごい、うん、へ、それに対して評価があるんですね。うん、言ってく、頑張ってるねみたいに言ってくれたり、うん、で、あとなんか学校の先生はさ、その何倍も働いてさ、うん、その半分ももらってないんだよとかさ、春人くんが言うんですか。そうそうそう、あ、その通り。そう、なんかサラリーマンの職場に謝った方がいいよ。言ってますよ、言ってます。サラリーマンとか公務員とか、そうですね、すごいすごい、なんか時間の切り売り感すごいですよね、うん、だからなんかお金の使い方って、なんかその貧乏臭いのを教えてもしょうがないんだよ、うんうん、貧乏を教えてどうすんの。なんかもっと有意義に教えればいいんだよね。いい、貧乏を教えてどうすんの、うん、貧乏を教えてどうすんの。いい、ほんとそうですね、うん、学校、例えば学校でお金のことを、まあ仮にですよ、その、うん、まあ、期待をしないにしても、うん、なんかこう教えてくれたらいいなっていうのがあるとしたら、うん、どんなことを。どうなんだろうね。例えば、なんだろう、じゃあ1ヶ月に自分家でいくら使ってるか知ってるとか。あー、なるほど。あなたにいくらかかってるか知ってるとか。わかってないです、それ、うん、あー、カモさんだから高校とかの講演とかでよく言ってます。うん、言ってるよ、ね、うん、ああ、そっか、まあ、こんだけ国は使ってるし、報酬したらこんだけ使ってんだよとか、うん、お金、そう、だから先生らが結局その給料は、うん、まあ、要は
先生らだけあの年次昇給っていうあの幻のシステムなんですよね。あ、僕あのお金話しちゃうとびっくりしたんですけど、僕あの41で辞めて、教員辞めて、で今講師だけですね、あの、まあ、非常勤講師ってよく言うんですけど、あの常勤講師って言ってあの担任も持てるっていう、まあ、ほぼ一緒なあの正規と変わらないんですけど、僕講師になった瞬間にめちゃめちゃ給料下がると思ったんですよ。変わんなくて、ステイな等級があるんですけど、でそれも知らないんですよね。だからその、でなんでかというと、もうなんかとりあえず全然上がっていくもんじゃないし、まあ、ちょっとずつ上がっていくし、自分の給料どんだけ働いても残業しても変わんないから、先生ら全員かどうかわかんないけど、もうその給与に興味がないというか、生産性とかにあんま興味がなくなっちゃってる先生は多いんですよね。でそんな先生らはなかなかお金のことって教えられないと思うんですよ。そうした時に、でもやっぱり子供たちには僕はお金の教育っているなって思ってて、それを親なかなか厳しい親も多いかなっていう、もう学校はあと残るんであれば、その家庭の教育力がなかなかない子のためにはやっぱ学校って必要かなって思ってて、その時に家庭の教育力がない場合にやっぱりお金のリテラシーも多分相当低いと思うから、そこでなんか教えたいなっていうのはすごく思って、その時に鎌脇さんと、まあね、稼いでる鎌脇さんからどんなことを子どもたちに伝えていいかなっていうのはちょっと聞きたいなっていうのはありましたね。だからまず土台、お金持ちっていいよね、お金持ちって悪者じゃなくて、お金持ちっていいもんだよっていう、そのすごい自分の力を発揮して社会にを幸せにしたらお金いっぱいもらえるんだよねっていう当たり前なんだけど、そこはなんかない気がするんだよね。ない、なんでなんだろう。だからカサコ地蔵だよ鶴の恩返しとか宮沢賢治とかじゃねえの、わかんないけど結局そうか、あのお金がない中、苦労して頑張ったよっていうのが美談とされてる、戦後かっつでも多分そこで止まってるんでしょ、教育も、戦後のその貧乏でも頑張って日本を良い日本にしようみたいなのまんま来てるんじゃないかな。いや、めっちゃその視点がなかったんで、いや、熱い、でもどうなんだろう、お金持ちっていいよっていうのはどういうふうにしていくといけるのかな、あと稼ぐっていいよね、稼げるようになりたい、それはうち2人とも言うもんね。ああ、そうですか。稼げるようになりたい。石川ちゃんはあのカフェの話とかっていうのまだ継続してるんですかね。社長になりたいんだってざっくりざっくり、何で社長になろうかなみたいな。いいですね、何で社長になるか、すごいな、それカモさんがその社長ってこんないいんだぞみたいなのを伝えてる感じなんですか、石川ちゃんに。多分勝手に思ってんだろうね、お父さんはいいな、お母さんはいいなみたいに思ってるんだと思う。いや、いい、それはいいですよ、いいわ、てかすごいな、本当にいちかちゃんとハルト君に興味が湧く、あの、まあ、保護者として見ると、鴨頭よしひとと鴨頭あきこの子供って興味めっちゃあるし、あ、でもハルトは自分で言ってた、なんか本当俺の親変わってるよね変わってる、俺のお父さんとお母さん変わってるよね、変わってると思うけど、その憧れてる人がめちゃめちゃ、多分僕もその一人だけど、めっちゃ多いじゃないですか、今、鴨さんに憧れてる人もいるし、鴨脇さんに、だからまあ、いろんな講座開けば、たくさんの人が知ると思うんで、ただそれが全員じゃないというか、ね、保護者の中に、今日もあれですよ、あのホテルでちょっとこう、作業してたんですね、ロビーみたいなところで、そしたらあの後ろ側で、あの、まあ、お姉様たちが、話す内容はもう、なんていうかな、まさに先ほど言われたような、もう旦那のめっちゃ丸聞こえですよね。で、あとなんか、あとお友達の悪口だとか、いやいや、このお母さんが切り替えて子供たちの前でいいこと言ってるとはちょっと僕も到底思えなくて、子供は全部聞いてるから子供は全部聞いてる、ほんと全部聞いてる、私と旦那が喋ってるあのビジネスの話全部聞いてる。ああ、家でしてるんですね。してる。聞きてえそれ。それを聞きたい。
聞いてます。そうか、熱いな。母ちゃんそういう話の時、父ちゃんの話聞いてないよね。ねえ、はいそうなんだ、いいっすね。それはだから英才教育というか、うん、ですよね。お金の話を全然オープンにするってことですもんね。そう。いや、広告にいくら使ってるか知ってるよ、自分ですか。僕も知ってるけど。すごい。いや、あれはすごいな。生徒さんにも知らしめてるから、カモさんは。いや、なんかすごい、なんか自分らも、なんか協力してる感があって。そうそう、これでスタダスタートダッシュセミナー名古屋リーダーさせてもらったんですけど、うん、面白いのがやっぱ物販の売り上げを目標立てて、うん、で物販ボラスタですよね、うん、高い金払ったボラスタたちにやらせて目標達成したらやったぞってやるんですけど、あれもすごいセンスだなと思って、うん、嬉しいじゃないですか。ただ参加するだけじゃなくて、なんか目標もあったりすると、そういうところ教育してんだなっていうのを感じますね、うん、お金っていうのをもっとカモさんにしてもみんな意識した方がいいよみたいなのありますね。いや、いいな。じゃあなんだ、学校でやっていくことはとにかくお金持ちいいぞという教育、うん、やろう。貧乏はもうやめようって教えた方がいいかなと思いますね、うん、素敵。はい、そうなんだ。すごいところ、誰も言ってないですね、そんな話は。うん、うんうんうん、聞いたことないね、そんなんね。いや、子供絶対食いつくよね。間違いない。お金好きですからね、うん、みんななんだかって、ね、そうよ、そうよ。いや、めちゃめちゃ良かったな。普通にこう、まあ、ミーハーでこうやって、ミーハーでって呼びたいですよ、コラボお願いするじゃないですか。いや、こんなに学びがあるとは、自分も。だから、閉じる感じで今の、はい、進めてますけど。いいですよ、レベルに向かっていただいて。すごいすごい。はい、あ、もうでも30分以上も話させてもらって、はい、いや、すごいな。あ、僕言いたいのは、そう、鴨脇さんがなんで、こうやってコラボを組んでもらえたかっていうと、なんかこう、お互いにいいよねっていう話をされたじゃないですか。あ、なんかその辺も、だから多分これからそう、コラボしたいっていう人が出てくると思うので、初めに鴨脇さんがなんか言っといた方がいいかもしれない。あ、ちゃんと大丈夫。あ、無理と思ったら断る。面白い。あ、大丈夫だなと思ったら、いいですよ、やりましょうって言うし、うん、いや、私、実は人見知りだから、うん、初めましての人とは無理。あ、それはね、断ってます、言われても。あのメッセンジャーとかいただいて、うん、メールとかいただいて、コラボしてくださいって言われても、うん、いや、すみません、人見知りなんで、初めましてだとできないんで、ごめんなさいって言って断ってます。そうなんですね。だから電車で話しかけられた素直くんとは、今度の金曜日やります、うん、電車で話しかけたんですか。電車で、はい、ホリエモンの帰りに、丸の内線かな、乗ろうと思ったら、うんうん、鎌木さんって話しかけてきてくれて、私結構、話しかけないオーラを出してるんですよ。なで、出てそう。でも、それを打ち破ってですね、出すなお、はい、来てくれた素直くんは、やっぱりコミュニケーション力がすごい高くて、すごい、すげえな、この人と思って、うん、3駅分ぐらい一緒に乗っただけなんだけど、うん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 、そこですごい打ち解けまして、そう、なので今度コラボします。すげえ、すごいですね、うん、とにかくあれですね、その連続講座に来る方がいいですね、まずは。あ、そうですね、そうそうそう。そこで来て、おで、鴨脇さんのこう、はい、目を引いたからにはもうコラボできるみたいな、2、3回喋れば大丈夫。なあ、そうですね、よかった。2、3回喋った方はぜひぜひコラボしましょうって言ってください。すごい。あと YouTube チャンネルのある方。あ、そうですね。ないのに言われても。そうですね。そう、確かに確かに。はい。お待ちしてます。めちゃめちゃ良かったな。あ、チャンネル登録、本当にありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。このカマキチューブと、YouTube 教師、学年主任、誠一郎先生の、はい、を貼っときますんで。ありがとうございます。はい、皆さんガンガン、ガンガンチャンネル登録してください。嬉しい。え、すごいいいと思ったけど。すごい動画が。あ、本当ですか。顔出ししてないけど。あ、嬉しい。喋るのやっぱ上手ですね。あ、嬉しい。鴨さんの元でやっぱ。じゃあ本当に。まずここで鍛えられてるんで。え、めっちゃ上手。みんな見た方がいいよ。嬉しい、うん。みんなチャンネル登録してくださ
ください。ありがとうございます。はい、これからの顔出ししていくので、はい、そう、もうね、ここで、まあ、自分3月末までですけど、うん、まあ、ここでなんか文句言われても、うん、学校もあと20日ぐらいなので、うん、まあ、そんなまずいこと言ってませんね、今日もね。そうそうそう、チャンネル登録して、うん、みんなして。して。しろ。あと今日の高評価ボタンも押してほしい。高評価ボタン、言ってない。高評価ボタンも押して。押して。あ、全然関係ないですけど、インドがわからない。あれさ、やっぱりさ、釜揚げチューブを見てる人はさ、うんうん、やっぱりちょっと意識が高いじゃない、はいはい、だからインドがわからないの動画をみんな知らなかった、うんうん、全然知らない。で、去年すっげーバズったんだよ、ツイッターで。そうなんですね。だから私、みんな知ってるだろうなと思って、みんなが、あ、そうそう、それわかるわかる、面白かったよねって言うだろうなと思って言ったら、うんうんうん、みんなが、え、知らないです、知らないです、知らないです。で、その知らなかったんで、おそらく釜揚げさんが、いや、でもこれで変えないでねって、あの、検索とかしないでって言ったけど、すぐ検索しちゃった。インドは分からない、聞いたら、なんてクオリティの低い、ダラダラしながら、もう、なんかすごい、あ、なんかコメントのあの感じも、いいんだよね。いや、マジで面白くて。いい、あれはいい。あれ、人生辛くなったら、あれ見る。そう、くだらなくて、うん、あれは素晴らしいですね。癖になっちゃって、昨日10回ぐらい見てた。じゃ、本当に。もうね、アラジン見るために笑って。あれイケてましたね。あれイケてます。いやー、もうこれからも感覚チューブはもう皆さんぜひ見てください。はい、本当に、はい、いや最高でした。ありがとうございます。ということで、はい、急遽でもないか、お送りしました、うん、コラボライブでした。はい。なんかやります？いいですか？それでは。これはあの釜揚げじゃんけんみたいな。じゃんけん。